初代グロスター博ロバートは、イングランド王ヘンリー一世の諸子である。出生地名を取って、ロバート・デ・カーンと呼んだり、王の子を意味するフィッツロイのあだ名をつけることもある。ロバートは、父ヘンリーが、イングランド王位を継承するより以前で未婚の頃に、ノルマンディのカーンで生まれた。正確な誕生日と母の名前は伝わっていない。 グロスターの領主ロバート・フィッツ・ハモンの娘メーベル・オブ・グロスターと結婚し、1121年頃、グロスター博の爵位を授けられた。父ヘンリー一世が死ぬと、ヘンリーが後継者に指名した、ロバートのイボイモート・マッティルだと、実力でイングランド王位を獲得した、スティーブン王の間で王位をめぐる争いが起こった。ロバートは、スティーブン王への忠誠を放棄し、 モードを支持する派の重鎮として活躍した。1141年には、リンカーンの戦いで、スティーブンを捕らえる功績を立てる。しかし間もなくスティーブンの支持者に、ウィンチェスターで敗れて逆に捕らえられてしまい、モードは、兄、ロバートを助けるため、スティーブン王を交換に解放せざるを得なかった。ロバートはその後もモード支持派として戦い続け、 内戦状態が継続する最中の1147年10月に亡くなった。子孫にイングランドオージョンの最初の妻イザベル・オブ・グロスター、スコットランド・オージョン・ベイリアルを呼び、ロバート・一世がいる。メーベル・オブ・グロスターとの間に以下の子女を設けた。以下の諸子がいる。ありがとうございます。